西村義郎は日本のテレビプロデューサー。朝日放送グループホールディングス常勤特別顧問。朝日放送の常務取締役、代表取締役社長、取締役相談役等を歴任した。名前の読みを西村義郎とする資料もある。大阪府大阪市生まれ。兵庫県立西宮高等学校を卒業後、約1年郵便局へ勤めた後、 朝日新聞社の調査部で勤務しながら、関西大学文学部哲学科に在学した。1958年4月に、関内在学のまま ABC へ入社。1964年より、運動部へ配属され、1970年11月に、テレビの制作部署へ移動し、1995年3月までの間、視聴者参加型番組や演芸番組の制作に、携わった。 その間、1992年3月より、テレビ本部テレビ制作局制作部長、1994年2月より、テレビ制作局長を務めた。1995年4月に、テレビ編成局長へ就任し、制作現場を離れる。1997年3月より、役員待遇として、 関連会社のサテライト ABC へ出向し6月より代表取締役社長を務めた。2001年6月より常務取締役を務め、2002年6月に代表取締役社長へ就任。2008年6月26日に社長を退任し、相談役へ就任。2009年6月25日をもって、 人気満了に伴い相談役を退任した。相談役退任後は、常勤特別顧問を務める。ABC の役員を務める一方、ABC のテレビネットキー局であるテレビ朝日取締役、民間放送教育協会の非常勤理事、NPO 法人ニューウェーブ、大阪理事長、近畿情報通信協議会会,会長、関西大学客員教授も歴任。 ABC ゴルフクラブ理事長も務めている。2011年朝日中受賞を受賞。ありがとうございます。